大丈夫？撮りますよ。この夏がね、始まる直前、僕ね、ちょっととある動画を出したんですよ。汗対策みたいな動画を出して、なんとね、それがもう100万再生を超えるぐらい、ものすごい再生数になったわけですよ。まあ、こちらなんですけども。これ見ていただいて分かる通り、今日はあえて同じ服をね、着ております。あの時に、何が一番話題やったかっていうと、インティーっていう商品、うん、グンゼが出してるインティーがめちゃくちゃいいよ。T シャツの下に着る専用のインナーで、めっちゃあれ匂いの対策なんねんで涼しいし、みたいな話をしたんやけども、それをね、もうあまりにもすごい話題になって、なんとグンゼさんから直接感謝のお手紙とか、こういう商品最近出してるんで、それも使ってくださいね、みたいな。めっちゃすごいたくさん送ってこられて、ね、想像を絶するぐらい下着メーカーの中で話題になったみたいで、いやいやいや待ってくれっていう会社がね現れたんですよ。グンゼもいいけども、うちのもこれ負けてないよ、これあんた知らんだけやと思うけど、金に物言わしたるっていうので、アンティーをいただきましたじゃーん。これはまずメーカーがセーレンっていうとこで、まあ、日本のすごい上場してるメーカー、まあ、知ってるよねみんな、多分セーレンぐらいね。もうそこがもちろんグンゼさんも大変に素晴らしいんだけども、我が社は本当に匂いに自信があるんですっていう、ほんまにこうめっちゃ熱意のあるな感じやった。キューデオトラントっていう形でもう発売してるぐらい匂いには特化してるから、グンゼさんとかはさ、インティーって言って T シャツの下に着ても見えへんからいいみたいな感じやけども、それより何より匂いにめっちゃ特化してますっていうので、匂いをセラミックスが吸着して、ほんでイオンで消臭するみたいな、ちょっとよく分からへんねんけど、とにかくその匂いの消臭のメカニズムをね独自に持ってて、このセーレンさんの素材のパンツとか下着を使ってるのが人工肛門、肛門を人工にしてる人とか、おならがちょっと出やすい病気を持ってらっしゃる方に結構広く愛用されてるようなもので、まあとにかくそのぐらい匂いに特化してるもので、自分もねちょっとね脇がとかじゃないから、ぶっちゃけ自分の匂いがどうかってところまでは分からへんねんけど、着てみてしばらくちょっと使ってみたけど、普通に確かに匂いはせんかったというか、まあ、多分効いてるんやと思う。グンゼさんのもすごい良かったけど、これもあと肌触りが結構良かったなって思いました。一応ちょっと開けてみようかな。まあ普通のこういうインナーもあれば、パンツもあれば、クールって言って涼しく感じるやつとかもあったりします。あと靴下とか、まあなんかいろいろあるみたい。ちょっと一個開けてみようかな。前回見したのと同じで、ここがこう切りっぱなしみたいになってて、中に着てても見えませんよっていうのもあって、なんかねやっぱ肌触りはもちろんのこといいですよね。やっぱさすが日本のこういう繊維を扱ったメーカーさんすごくいいけども、申し訳ないです、セーレンさん。私が臭くないもんでね、最近いろんな対策をしてるので、正直私臭くなくて、ほんまに効くか効かへんかちょっと今自信がないままこうやってお伝えしてるんやんか。だからもう今回はこれちょっと検証していきたいなと思ってます。どうせやったらアレちゃん使おうと思って、そこでね今回どのようなことをするか、使うものがあります。ディリーン、うんこの元、ビビビビビビビーン、本物のうんこの匂いと味になる粉、食べれるってことよね食べれんねんこれ、だから安全ではあって、こういう粉が入ってて、でこれをちょっと私の方で水に溶かして、とにかくうんこの匂いにさせようと。一応このねデオエストなんだけど、もう脇が加齢臭、汗臭、足の匂いとかね、一部おならの匂いとかにも効果があるということで、アンモニア系とかもすごい強いらしいから、多分この匂いも消えると思うね。一回ちょっと私がちょっと少しずつ臭くなっていって、体にうんこの匂いをつけたりしつつ、アレちゃんにバレるかどうかっていうのをちょっと検証していきたいなって思ってます。一回開けてちょっとだけ匂い嗅いでみるわ。怖いな、ちょっと、うわっマジで臭い。ちょっと見てみて。ほんま。うわあ！いやだやだ。いやいや。エイナちゃんも匂ってみこれ。こうして。あでも匂いせえへんわこれ。全くせん。やってみて。やってみて。臭っ。聞いてんだよこれ。強いじゃん。ちょっと俺もやってみる。一緒。お前は一切せえへんやろ。じゃあこれでどうぞ。今
回の案件な、一応案件も案件やねんけど、もう悪かったら悪いって言っていいって言ってたんやねんか、うん、これ聞いてるかもほんまに。すごい、一回これ着てみます。一応ね、着させていただきました。なんで隠してるの？別に乳首つけだったらええっていうか人もおるかもしれんけど、俺の乳首有料やからさ。これの上に服着るな。私は無臭の人間として君臨いたしました。この後ね、アレちゃんがここに来ます。30分ぐらいかな、したら来るんで、アレちゃんが来たら偽企画をやります。計算問題、お化けはどっちだみたいな、なんか計算をちょっとずつしていく、簡単な計算をね。まあどうでもいいんです、その企画は。その企画をやってる間に、徐々に私が脇とかそういうとこにこの匂いをつけます。量を増やしていって、アレちゃんがもう気づくのかということをチェックしていきたいなと思っておりますので、まあこのままアレちゃんにね、あの反応を見ていきましょう。ねえ見て、これ占い好きやねんこれ。結構でもほんまにほんまやってる。占ってみてよ。ちょっとあんたやってみ。羅針盤座で、あんたは金やんか、うちは銀やねん。じゃあ俺の勝ちやん。それ違います。違う。真面目に物事を考えるよりも、あんたさ、なんでこんなことかって読めてないやん。気分悪いから、それ言ってくるわ、ちょっと。今日は何やんの？撮影。今日はね、計算問題を2人に解いてもらいたいなと。え、マジで無理。うち数学ほんま無理やったから、ほんまにめっちゃ嫌だ。数学のレベルじゃないの？算数。もうほんま小学生レベルの。あ、じゃあ、あんまり。だから、どちらかというと スピード勝負みたいなところかな。いや、もうやる気満々。いや、はい、やじゃあ、始めていいですか？ちょっと始める、あれ、ちょっと待って。ちょっとだけ見直していい？なんでやねん。ちょっと待って。全然気づきやしね。でも多分今あんまり自分でもそんなに匂い来てないから、聞いてるんやと思う俺が。でもこの中をたらうんこがする、ここに入れてってことで、ちょっと今回レベル2に上げていきます。マジか、くっさー。戻ります。通りで、はい。やめてもやっていこかー。行きますかー。かゆよいしょ。気持ち悪い。なんなの手がな。なんか筋トレしてからさ、昨日ジム行って筋肉痛。今から出すのはもうほんまに小学生レベルの足し算で、時間をかけたら誰でも解けるような問題なんだけれども、2人にはスピードを競って今から出題してるので、暗算で。しかも今日俺だって朝3時起きやで、うん、今大阪からここに来て番組出演した後、うん、どういうことか分かる？問題ってことね。そう、第1問、18たす74は18たす 74?92? 正解。第2問、53たす50は103。正解。この企画大丈夫？ちょっと思ったけど楽しいけど、こっちは。53たす12は65。正解。くだらねー。次難しいよ、いくで。第4問、97たす81は97たす80。あれあれあれ、100、174、3、2。はい、第5問、75たす28は103。正解です。意外と盛り上がるやん。こっちは盛り上がるけど、見てる人くだらないよ。第6問、49たす75は49たす75は134。プラス正解です。第7問、56たす97はもうくだらない。大丈夫。お前がやこっちは。ちょっともう取り何回休憩する。もう全然気づきませんね。でもね、あれちゃんね、香水とか好きやから匂いには敏感なはずやねん。結構もうそろそろ、もう気づいてるのかな。ちょっと盛大に振りかけて、個人的にはもうそろそろちょっとしてます。この中からちょっとしてる感じする。でも他人やったら分からへんのかな。じゃあちょっともうプッシュ強めます。マジ臭いもん俺、正直。よいしょ。
大丈夫？取りますよ。まだ計算するの。第8問、71+64は135。正解。9問目、95+58は153。正解。でもお前は言うてへんねん。え、もうな、無理や、もう眠くて。10問目、34+58は92。正解、92。11問目、59+77は。それすら覚えられへんねん。ねえ、いや、この企画。違う企画にしようよ。企画変えるじゃあ。おもんないわ、それ、マジで。今、11問目ぐらいまでやりました。なんかさ、もう、ブサイクになってきてるやん。目も充血して。目薬とかある？あるよ。使いていい？うん、うん。よいしょ。多分さすがにもうちょっと臭いみたいになってると思う。もうこっちも脳みそが停止してんねん。もう臭くて私は。なんでまあちょっともうそろそろこのデオエストっていうのも脱いで、もういっぱいかけてちょっと気づいてもらいます。服一旦脱ぎます。今脱ぎましたので最後たくさん振りかけて終わります。ねえ、ちょっと待って、多分猫うんこしてるかも。猫うんこしてんの？うんこしてる？猫うんこしてるくらい。あんた踏んでるかもしれへんで。ないよ、やめてよ。あんた絶対あんた踏んでるって。踏んでへんよ。え、どうやるもん。どう？くっさい。くっさお前。こっち乗せてくれ。いつ気づくねん。猫がうんこしたってこと？これはな、ちょっと臭いってマジで。案件ってことよ。案件ってどういうこと？臭いの？案件やね、この動画は。臭いのがってこと？臭いのがよ。私この間インティーっていう軍勢のインナーの動画バズっとったや、うん。そしたら案件でセーレンっていうとこが急で踊らんとっていうので、これの案件来てん。うんこの匂いのする香水みたいなのをずっと振りかけてんねん、さっきから。脱いでもらっていい？それ、ほんまに臭いねん。え、もうな、今脱いだね。脱いだからここまで臭がってんねん。なんなら撮影が始まる前からしとったね、これ。このスプレー。どこからずっとやん。ずっとやんな。だから来て、1回目にトイレかどっか行った時から。でも全然匂わんかった、最初。いつ臭いと思ったん？さっきのとこで、なんか変な匂いするなと思って。あの時はもうかなりかけとった。聞いてるってことなんだ。聞いてるからだよね。うん、今この臭い状態で、もう一個これ開けてみて、うんうん、もう一回着てみる？あ、新鮮なやつ、うんうんうん、ということでね、これ今着てみました。ずっと手ぶらして。手ぶらやめて。でもどう、これどう？でもそんなに嫌そうなのに。やめて、開けるのはやめて。本当にやっぱ臭いな。俺はまだ来るわこれ。うんこの香水って何？香水ちゃんね、うんこのナンスプレーだみたいなやつ。サンプついたらやばいから。あーということで今回ね、こちら着るデオドラントのデオエスト。どういうことな、なんでこれ臭くないの？いろんなね、この素材のものでね、匂いをね止めてくれる素材の服、いろいろちょっと私もね試してみました。非常にまあいいと思います。匂いには効くんかなと思うんやけども、欠点、悪い部分があるとしたら、クールな素材っていうのがあんねんけど、これも着てみて涼しさ、ひんやり感アップっていうのがあったかなと思う。もうちょっとでも素材が薄かったらいいのになと思う。ちょっと分厚めっていう感じがあるんかな。触り心地とかその辺はもうめっちゃええから、一回皆さんね買ってみたらいいんちゃいますかと思って、アレちゃんにもね一応もらってね、女用のやつ着けていい、うん、一応ね脇汗パッドがついてたりもするからね、物、うんうん、によるんやけどね、ついてるのついてないの、フルのやつ脇汗パッド付きって書いてたりする。素材はめっちゃやっぱいいわ、着心地はすごくいいんで。おっぱいのなんかパッドみたいなのあったらいいね。そういうのもあるんかな、もしかしたら、うん、そうやね。なんかいろんな種類あるからさ、なんかリンク貼ってんねやろ、うん、概要欄の方に、はい、でそちらの方でぜひね見てみてください。こういうインナーっていうものは涼しくするのをメインにしたいとか、匂いを防ぎたいんだとかで、いろんなメーカーそれぞれいいのがあるから、それで選ぶのがいいかもしれんな。とにかく私すっかり下着業界のアンダーウェア王子とでも言おうかな。いやでもほんまにそんな感じなんちゃう。なあ、アンダーウェア王子ってダサい。ぶっちゃけ全部いいやん。電車の座席とかもな、アレちゃんいつも座らへんやんか。使ってんねんって、これ。これを？うん。電車の座席、臭くならんように。匂いのせいで。もう赤くな
鼻がおかしくなってきてんねん。脇がの人って逆に冬の方がやばいってこともあったりすんねんって。冬場とかにもやっぱ脇がの人はでもやってみた方がいいな。自分の匂いがしてるんじゃないか恐怖症みたいな人もおるやん。そういう人とかも全然いいと思う。ギルデオドラント、これみんなさ、ギルデオドラントって10回言える人おったらさコメントして、そしたらおめでとうって言ったら、ギルデオドラント、ギルデオドラント、ここに匂いはあるんか、匂いはあるんかないで。ギルデオドラント、セーレン、おー